新設道駅は大韓民国ソウル特別市東大門区新設道にあるソウル交通公社と牛耳新設系電鉄の駅である。1号線のホームは相対式ホーム2面2線を有する地下駅である。2号線に乗り換える場合、ホーム西寄りにある階段を登って乗り換え通路を経由する必要がある。2号線のホームは相対式ホーム2面2線を有する地下駅で、 フルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。このホームの真下に、単線一面一線のホームがあるが、構造的に問題があるため旅客では使用されていない。このホームの線路は1号線との連絡線でもあり、竜東駅付近にある、君主車両事務所へ改装する1号線の電車などが走行する。1号線に乗り換える場合、ホーム生誕にある階段を登って、 乗り換え通路を経由する必要がある。ちなみに2号線新設道駅はもともと5号線の東大門区町駅として計画され建設されていたが計画変更により今の形になった。改札口は全部で4箇所ある。出口は1番から10番まである。近年の1日平均利用人員推移は下記の通り。アーカイブド2016年3月4日、アットザウェイバックマシン。 ありがとうございます。